はいおはようございますこんにちはこんばんはサンロードの原園ですそれでは2023年4月の25日ですかねポッドキャストを始めていこうと思います今日は雨一日雨って感じだったですね明日朝明け方までで、ね、雨降るみたいなんですけどもね まあねゴールデンウィーク期間中、前半、日曜日かなが、ね、ちょっと天候崩れるみたいなんですけどもね、後半部は晴れてくれるといいですよね。ということで、4月25日、ポッドキャスト始めていこうと思います。えー、本日は火曜日ということもございまして、グミやです、ね、お菓子の新商品、またファミリーマートの新商品ですね、えー、ご紹介いたしましたけども、今日のお菓子はなんかめちゃくちゃ当たりが多かったなーって感じなんですよね。 あのラムネとファンタこれのコラボの商品とかねあとそのチョコボールとあのファンタこれのコラボめちゃ美味しかったんですよね特にねそのファンタとチョコボールのコラボ商品これねあのパチパチするのが入っておりましてねもうほんとね食べて噛んで食べてるとね喉の奥の方でパチ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 するような感じでね私ああいうパチパチするの好きなんでねこれいいなって感じでねもうちょこちょこ食べてたんですけどもね あと、あのこれファミリーマート限定なんですけどもあのポテトチップスのスパム味、これめっちゃスパムやな <laughs> って感じでねもう開けた瞬間、香りがスパムの香りだったんですよね。これね、味も本当スパムでね、すごいなーって感じだったんですよね。で、ねでここからはファミリーマートのね新商品あのポケモンのフラップもね紹介しましたけども、ね、TikTok とかでね、TikTok に <laughs>。 出してたたらねねちちょっっと気づかれちゃったんですよ、ね、あのねあのストローあの1つど,のどれだったっけソーダだったっけあれがねちょっと逆にしちゃい,しちゃいましてもう混ぜちゃってるんでねちょっとこれ逆にし直すのも蓋も汚れるしちょっとできないなーって感じでねもうそのまま撮影しちゃったんですけども。 ねえ、あの小さいんで気づかないかな、小さいんでちょっと気づかないかなと思ってたんですけども <laughs>、やっぱりちょっね,ね気づかれてちょっとコメントをいただいてたんですけどもね、ねあれ反対の方はですねちょっと尖ってますんでね危ないんですけどもね、おねよく見てるなって感じだったですね、はい。でその新商品じゃないんですけども、ちょっとねあのちいか見つけちゃったんですよねこれ、ね。 あのま丸やかチータラ、ま、やかチータラのですねカマンベールのねチーカーパッケージ、ね、これを見つけちゃったんですよねでチーカーチーカーじゃないやこのチータラって言ったらねやっぱりお酒のおつまみって感じじゃないですかだからねしっかりと栗まんじゅうがいるんですよねね テレビではね、栗りまんじゅう、お茶とか飲んでおりまして、お酒飲んでないですけどもね、くりまんじゅうはね、本当はね,あのー、ね、お酒好きですよね、お酒いつも飲んでますよね、ね、テレビは朝だからかな、ちょっとお茶とかになっておりますけどもね、ねねでお酒のおつまみってことでね、栗りまんじゅうがしっかりいるのがですね、これいいなと思ってね、つい買っちゃったんですよね、ね、多分コンビニであるかと思いますんでね。ね えチーかあきの方、チーター好きの方はです、ね、ぜひ買ってみてはいかがでしょうか、ね、もうしっかりと栗まんじゅうがいるのが、ね、ちょっと好感が持てたんで、ね、もうついつい買っちゃいましたね。ねその他にも、ね、今日紹介したいのがあったんですけどもここの、ね、近くのファミリーマートには入荷してなかったんですよ。あのね、なんかあのロール型のピザがあるじゃないですかあれなだったっけな、ね、あのレンジでチンして食べるやつ。 ね、ロールタイプのピザがあるじゃないですか。あれのね、ピザポテト味が出てたんですよ、出てるんですよね、今週。ね、ピザの味のポテトチップスがピザポテトでしょそれが逆に戻ってきてピザって感じでね、なんだこれって感じなんですよね、ほんと。 なんだって感じでね、ちょっと試してみたかったんですけどもね、ちょっと入荷してなかったんですよね、売り切れたのかもしれませんけどもね,ね、そういう感じでね、もうちょっとね、面白い商品入ってきますんでね、コンビニとかね、あれはちょっとね、食べてみたいなって感じですよね。ピザポテト味のピザってなんだって感じですよね、ほんと。ね、ピザ味のポテトチップスがピザポテトでしょ。 それがまたピザに戻ってきたって感じでね。ああね、これ取りたかったなーと思ってたんですけどもね、ちょっとなかったですね。ってことでね、ほんと、ね、お菓子もね、新商品いろいろと出ておりますのでね、コンビニ要チェックかと思います。ね、他のコンビニも限定でね、多分お菓子出てたりしますんでね、毎週火曜日はね、もうほんと、 ね最近、お菓子もね、コンビニ先行販売が多いんでね、コンビニお菓子好きの方グミ好きの方はです、ね、毎週火曜日はコンビニ要チェックですよ。ということで本日はこれで終わりたいと思います。ごご視聴いたた。きまままししてありがとうございました、ま、たです。バイバイイ。